力が現実世界でも。これでもう誰にも私のことをバカにはさせない。こうして私の現実がお前らの現実を壊すんだ。最高だ。こんなことってあるか。ほらお前も出してみろよ。なんだまだできないのか。そうだ、なんで出て行っちまったんだ。俺が何のことかわからない。どうすりゃちょっとくらい身にしみるだろ。ダメだな、そんなんじゃお前やっぱりこれももういいんだ。うわぁ君がすごいだろ。アバターを操作したら現実でもお前になれたんだぜ。彼のアバターを盗んだ犯人はやっぱりお前だったんだ。何のために彼になり成り変わる。何のことだ。だってもう俺がお前なんだ。俺がお前だ。俺こそがお前なんだ。君のデジモンが。なんだ、やればできるじゃないか。そう力ずくで取り替えてできるもんならず、俺がお前になってやるよ。くらえ。じゃあいつまで経っても終わらないぜ。リュウジ下がってろ。どっちが本物かなぜわかるってか。フーティエ、なんでお前たちはいつも俺たちの邪魔をするんだ。どけよ。のはお前じゃない。消えるのはお前だ。なんだそれ。そんなんキーキーうるせんだよ。サンシタいいかさっさと。血がサンシタか思いし邪魔なんだよグーディー。
いいぞ、やれ、アルカディモ。デジモンを吸収しただと？どけ。なぜ逃がした？バカ野郎が。エリカが待ってる。待っちゃいないぞ。あいつは行ってしまう。俺はもう疲れた。エリカだが、千歳はあんな風にさ、エデンにいるハッカーも。リュウジ？何も言わなくてもいいよ、お兄ちゃんが言ったことも。エリカ。いいの。もう、君は、鬼ハッカー狩りなんてしたら。エリカ、リュウジと話をしなきゃダメだ。千歳を救うのも大事だけど、それは。あんたには隠せないね、ワームも。そうだよ。これはただの逃げ。お兄ちゃんでも、もう逃げない。あんたは彼にもうすぐだから待ってて。私は